アイテルはこの近くにいるはずだ。物理プロセッサの中にいるとガイアは言ってた。古の遺跡、テナークスも砦にしたのか。まさかアイテルはこの中に。調べるにもテナークスの戦士に囲まれていてはな。また死んでいった。でもエガーラの軍は力をつける一方だ。階段において痛手を被ったのは否定できません。だが我らは鉄の民、決して屈しません。レガーラの軍は手強いかもしれません。でも俺の分隊が全滅させられたんだぞ。写し絵を思い出しなさい。いかに敵が強大であっても古の者は引かなかった。私たちもくじけはしません。天の恵みよ、来てくれたのですね。私を知っているのか。ああ、焦土の光でレガーラの闘士を打ち倒せし赤毛の戦士。ええ、知っていますとも。私はデッカ、沼地の民の同志。ペカーロ族長がお待ちです。いや、私はあるものを探しているんだ。であればまず族長にお会いなさい。こちらへ。それが写し絵というやつか。ええ、天の記憶です。族長にお会いする前にお見せしましょう。その写し絵は天の記憶だと言っていたな。誰なんだ。この大地で機械を相手に壮絶な戦を戦い抜いた古のものです。彼らを称える写し絵は消えつつありますが、語り継がれるべきものなのです。写し絵は他にもあったのか。そうです。以前は光と音に満ちていました。ですが年を追うごとに一つずつ消えていった。だからこそ同志は一派に欠かせぬ存在。同志が写し絵を記憶し、その身に刻み、何世代にもわたって語り継いでいくのです。すべて消え去ってしまっても、この地に同志がいる限り記憶は生き続けるのです。同志とはどういう存在だ。若き日を生きながらへ写し絵を学び、若者に知恵を授けるもの。どんな知恵だ。真の戦士として勇気と栄誉を胸に戦い、時に平和を呼びかける知恵です。ご自分の目で確かめなさい。ヘカーロが私に会いたいと。力あるあなたがいればレガーラとの戦いにも勝てるからです。手を貸しに来たわけじゃない。私たちも共に戦います。私に言えるのはここまで。族長と話せばあなたも気が変わるでしょう。ありがとう。ヘカーロに会いに行こう。樹海の深部、玉座の前。さあ、その目で天の記憶をご覧なさい。さあ、天の兵士だ。一部破損して欠けている。明らかになっていない真実を可能な限り読み取るのが我々同士の役割なのです。戦場でも一心同体。指揮のもといつでも訓練天は忠実な兵士であり、一団となって任務の遂行に当たりました。戦いが始まれば空に舞い上がり勝利を呼び寄せる。我らは皆天を模範としています。団結前は各一派が唯一共有する価値観でした。かつて密林にいた兵士たちが天なのか？はい、彼らは密林を巧みに使い敵を撹乱し攻撃の機会をうかがいました。私の出身である沼地の一派はその姿勢に影響を受け、南西の密林を拠点としたのです。戦の時代、天は崖を登り激しい吹雪の中を進みました。民を守るためにひるむことなく。まるで無敵の存在だ。いいえ、無敵ではありませんが、その勇気と力がテナークスを引きつけるのです。空の一派はこの天の姿を崇拝し、それゆえ北西の山に拠点を築いた。誰もが恐れる砂嵐、紛れて敵の船立っている。これは何と？天は生存すら難しい砂漠において敵と戦いを繰り広げました。そして視線を越えて生き延びたのです。砂漠の一派もまたしかり。ここに来る途中であなたも遭遇したでしょう。あったよ。砂漠の民は皆過激そうだ。彼らには褒め言葉です。天は砂漠の強さ。族長は奥に。謁見なさいますか？行こう。よろしい。こちらへ。ヤクザの下が。また後でな、流れ者。メリディアンの救世主レガーラの軍団を焦土の光で食い止めたと聞いたぞ。当主グルーダを一騎打ちで倒したとも。素晴らしい。ファシャーブから聞いた。お前は名誉ある戦士だと。ファシャーブか。実に惜しい男を亡くした。部族の要となる勇士たちもほぼ全滅だが、もしお前が協力するならばなんと頼もしいことか。戦うために来たんじゃない。大勢の命を救うためにこの地下にあるものが必要なんだ。目に見えるものじゃないけど、この下に私は見た。望みは分かった。だが条件がある。勇士が死んだ今、お前の槍が必要だ。我が宿敵を倒した暁には地下室に入ることを認めてやろう。褒美ってことか。勘違いしてるな。私は人を殺しに来たわけじゃないんだぞ。何人もの勇士が虐殺された。だが今は何百というテナークスの命がかかっている。民を守るため戦わねば。お前も死ぬ気で逆賊を撃て。地下室の扉を開いてほしいのであればな。なるほど。みんなを救う大義のためなら邪魔者のお前を殺しても構わないってことだな。やってみるか。うまくいくかもしれんぞ。どうせ戦うのならアールイ、私と組め。レガーラを食い止められる。分かった。どうすればいい。部族をまとめる勇士が必要だ。カルラットと呼ばれる試練を生き抜くことが勇士となる条件。開催の知らせはすでに出してある。だが私を付け狙うレガーラのことだ。この機会を逃さぬはず。民の面前で私を殺そうとするだろう。用心棒になればいいってことか。いや、カルラットを守るのだ。他にもある。レガーラの奇襲を予想し、戦士の参加を拒んでいる一派があった。すぐ北へ向かい、空の一派の司令テコーテに精鋭を送らせろ。是が非でもな。是が非でもか。どんな手を使ってもよい。三派のうち二派だけではカルラットは成り立たん。勇士コターロと行け。片腕はなくしたがお前の力となろう。北方の村石の峰に向かわせた。合流し、空の一派の砦に案内してもらえ。任務について質問があれば答えよう。カルラットとは何なんだ。かつては三派が戦う場、今は共に機械と戦う場。私が族長としてそう定めた。各派は挑戦者を儀式に送り込まねばならない。この壁の向こうにある闘技場で挑戦者たちは協力して機械と戦うのだ。そこで活躍した者は勇士となり、部族を結束させる調停者となる。調停者というが、階段にいた勇士たちは戦士だったぞ。だがただの戦士ではない。勇士は生まれ育った一派を捨て、秩序と平和に身を捧げ、法を施行する。争いを収め、他の部族との和平交渉さえ担う。彼らなしで統治はできん。だからこそ必ずやカルラットを開催せねばならんのだ。レガーラは最大の過ちだと聞いたが、なぜだ。お前には関係ない。本気か。私はあいつの軍に襲われたんだ。わけもわからずにな。あやつは最強の勇士であり、私の槍だった。何があった。弟が生きたまま火あぶりにされ、誰よりもカージャを憎んでいる。赤の動乱の後、焦土の光に攻め入った時、あやつだけカージャをメリディアンまで追いたがったほどだ。強豪なきあとの平和がもたらす恩恵も戦の代償も見抜けなかったのだ。アバードの嘆願を受け入れるや否や、あやつは怒り裏切りと罵り、私に決闘を申し込んできた。それでその後お前はどうしたんだ？テナークスたる者を決闘を拒むなど言語道断。たやすい相手ではなかった。7つも生傷をつけられたな。勇士たちはその場で処刑するよう求めたが、それまで示された熱い忠義を思うと、あやつとの絆を断つことができなかったのだ。故に生かした。だが情けはあやつにとって屈辱だった。生涯引きずるであろう恥だ。じゃあレガーラの目的は？私の死だが、それだけではない。あやつはメリディアンに進軍する中で3波全てをなぎ倒すだろう。いつか手なずけた機械を率いてメリディアンも狙うかもな。似たようなことはあったらしいな。ファシャーブのことは残念だったな。善良な男だった。あの者はテナークスとカージャの橋渡し役。あれほど敬われた流れ者は他にいない。メリディアンで私の声となることが叶えば、平和以上のものを得られると思ったのだが。同盟か？交流だ。カージャには知恵がある。我らの偉業はこの身に刻まれるのみ。死ねば記憶も消えるが、カージャは忘れぬ。彼らの偉業は本に記される。それを学ぶとファシャーブから学んだように。残念だ。空の一派はなぜ挑戦者をよこさない？三派の中でも彼らの拠点は最も堅牢、巨壁と呼ばれる壁に守られている。我らとレガーラとの戦いで高みの見物を決め込む気だ。巨壁の影に隠れてな。両者が弱っていく間も痛手なしということか。古参の勇士のような口ぶりだな。悪くない。なぜ私を交渉に送り込む？テナークスは力が全て。お前は一度レガーラを撃退したであろう。ほとんどの勇士も死んだな。そうだ。ならコターロは？あいつが交渉すればいい。あれは深手を負い尊敬を失った。随分不公平だな。腕を失うことがか？尊敬されようとされまいと貴重な存在だ。空の一派で育ち、一派を熟知している。役に立つだろう。地下にあるものを見たと言ったな。そうだ。偉大なる勝利を収めた日に。どういう意味だ？長きにわたり三派がこの神聖な地をめぐり争い続けたが、ついに私が競り勝った。そう幾年もかけてな。邪魔者は皆殺しにした。全ての敵をほふり終えた私は一人この樹海に立ち、手にした勝利をかみしめたのだ。だがその時、東から雷鳴が聞こえ、青い稲妻があの部屋に落ちたのだ。ガイアが死んでアイテルが来た。私の周囲で樹海の写し絵が光を強めていき、突如新たな写し絵が現れた。古の者が全てを変えるあの言葉を語った。新たな写し絵で古の者は何と？ファラデイという者が迫り来る機械の脅威を予言し、団結して止めねばならぬと平和のために勇士に呼びかけたところで、写し絵は消え、二度と現れなかった。私はそこに目印として槍を刺し、ファラデイの言葉を胸に刻んだ。そして派閥間の争いを断ち、機械と戦う戦士を育て、カルラットで勇士を任命した。それ以来我らは平和に過ごしてきた。レガーラが焦土の光を襲うまでは。新たな写し絵を見た後に玉座の下の部屋へは入った。中では古の装置がまだうなり続けている。カルラットが無事住めば見せてやろう。約束だ。北へ向かってそのテコーテと話してくるよ。約束を忘れるなよ。戦士に二言はない。では頼んだぞ。出立する前にデッカと話せ。道中武器が必要になるだろう。私に渡すものがあるのか。手助けとなる武器を石の峰への道中必要となるでしょう。無数の機械がうろついていますから。石膏によればレガーラの逆賊も確認済みだと。機械と逆賊か。それなら慣れてるよ。そうでしょうとも。丘を目指して北へ。足が重くなるまで坂を登り、肺に冷たい風が流れ込めばもうそこは空の民の領土です。天のごとき力を、アーロイ。アイテルを手に入れるにはヘカーロの頼みを聞くしかない。石の峰でユーシコターロと合流しよう。機械に乗っていた方が早いな。